水源地探検隊第2話、徳山ダムの秘密を探れ。ここは岐阜県揖斐郡揖斐川町にある徳山ダムです。徳山ダムは揖斐の先森として揖斐川流域の洪水被害を防ぐとともに、濃尾の水がめとして揖斐川の豊かな恵みを中部圏における利水や発電などに有効に活用する多目的のダムで、平成20年から管理を開始しています。そんな徳山ダムに貯めることができる水の量は浜名湖の約2倍で日本一を誇っています。うまい隊員、徳山ダムに到着したぞ。ここが徳山ダムですか。ダムって遠いところにあるんだと思ってましたけど、名古屋から車で2時間ぐらいで着いちゃうんですね。それにしても大きなダムですね。奥が全然見えませんね。そうだろうそうだろう、驚いたか。そんな徳山ダムについて教えてくれる人を紹介しよう。徳山ダム管理所の細江さんだ。徳山ダム管理所の細江です。細江さん、いろいろと教えてください。よろしくお願いします。はい、それでは徳山ダムについてご説明しましょう。徳山ダムの役割について説明します。徳山ダムは4つの役割を持つ多目的ダムです。1つ目は、大雨が降った時に洪水の水をダムにせき止め、揖斐川流域の暮らしを守ります。2つ目は、農業やいろいろな生物が生息する河川環境に欠かせない水をダムから安定的に放流し、いつも川に水が流れているようにしています。3つ目は、水道用水として使用する水を確保しています。4つ目は、ダムから放流する水を利用して水力発電を行っています。徳山ダムの大きさについて説明します。ダムの横の長さは 427.1m あります。ダムの高さは 161m あります。徳山ダムの大きさのうち2つの日本一があります。1つ目は総貯水容量です。総貯水容量とは、ダムに水を貯めることができる容量のことを言います。もう1つはダムの堤体積です。ダムの堤体積とは、オレンジ色の部分のことを言います。ダムを横から見ると、水を通さない粘土のような土のコアという部分、その横にフィルタという砂利の部分、その横をロックという岩で挟んでいます。この写真はダムを作っている時の写真ですが、真ん中の粘土のようなコア、その横に砂利のフィルター、その外に岩のロックの写真がよく見ることができます。ちなみに、ダムの高さ161メートルは日本で3番目に高いダムです。日本で一番高いダムは富山県にある黒部ダムで186メートルあります。徳山ダムの役割や大きさについてみんなに分かってもらえたすかね。これから水源地探検隊は普段は見ることができない場所の探検に向かいますよ。さーて、どんな場所が見られるんですかね。これからどこを案内してくれるんですか。これから行くのは徳山ダムの堤体の内部にある監査楼というところです。普段は一般の人は入れないんですよ。じゃあ早速見せてください。徳山ダムの堤体は岩や土を盛り立てて作ってるって言ってましたけど、中に人が入れる場所があるんですね。まずは地上から127メーター下の堤体の内部までエレベーターで向かいます。栄の久屋大通りにある中部電力未来タワーのスカイデッキが90メーターですから、それより深いところまで一気に降りていくんですよ。わあ、これは涼しいですね。監査楼の温度は1年を通じて約13度と一定なんです。なので夏場はとても涼しいんですよ。エレベーターを降りたら徳山ダムの最深部を目指してさらに奥へ探検を続けます。
途中から階段でさらに深く下っていくとようやく到着です。思っていたよりすごく広いですね。ここが徳山ダムの一番深いところですね。ここはですね、ダムに染み込んでくる水の量や濁りを観測するなど、ダムの内部の状況を検証するために作られた部分で、監査炉と言います。監査炉でダムから染み出す水の量などを観測することで、徳山ダムの適切な管理に努めてくれてるんですね。さて、探検再開です。通路を途中まで戻り、今度は別の通路を進んでいきます。次の場所には何があるんですかね。ここは大きな部屋ですね。ここはダムに溜めた水を流すための設備があります。ただ、撮影は禁止させていただいてます。施設を見ることはできないんですか。ダムに見学の申し込みをいただければ、中に入って見ることができます。なんと、まさかの撮影禁止エリアでした。今回の動画で紹介できないのは残念ですが、施設見学を申し込めば先ほどの監査炉と合わせて施設を見学することができるんですって。施設見学をご希望の方は徳山ダム管理所のホームページをご確認ください。水源地探検隊は徳山ダム堤体内部の探検を終え、最後の目的地に向かいます。入り組んだ階段を乗り越え、たどり着いたその先にあったのは鉄とコンクリートでできた巨大な構造物でした。ここは一体、ここはどのような施設なんですか。徳山ダムでは大雨が降った時の洪水を全部ダムに溜めることになっているんです。洪水が収まったら下流の安全を確認して、後ろのゲートを開けてダムから水を放流するんです。こんなに大きなゲートを動かして水を放流するんですね。そうなんです。なるほど、ダムから水を放流するための洪水掃きだったんですね。今回は特別に洪水掃きに降りて撮影させていただきましたが、普段は徳山ダムに整備されている公園から見ることができるんですよ。運が良ければゲートから放流している景色も見ることができるので、徳山ダムまで足を運んでみてくださいね。徳山ダムは見た目も大きいですけれど、それ以上に大きな役割を果たしているんですね。そういえばダムの周りは森が茂っていて道路などが少ないですね。よく気づきましたね。実は徳山ダム周辺の自然環境はそのまま保全されて残っているんです。ここから上流に行く道路もほぼトンネルと橋でできており、自然環境がそのまま残されています。徳山ダム周辺の自然環境については、ここから少し下流に行ったところにある命の水と森の活動センターで詳しく話を聞くことができますよ。それじゃあ実際に行って話を聞いてみよう。細部さん、ありがとうございました。徳山ダムの探検を達成した水源地探検隊だったが、ダム周辺に広がる豊かな自然に隠されたさらなる秘密に迫るため探検は続くのであった。第3話、水源地に隠された秘密に続く。